さあペナント実況をやっていきましょう。さあ年間135勝を目指しているんですが、あと何十試合かをいっぱいでいかないといけませんと、いきましょう。もうでも8月15とかで言う、ん ?8 月2日で優勝ですからね。やばいっすよ。さあいけ。いやもう負けらんねえ。10対19とか試合やってたら危ないよ。勝ったけど。もう一つ前、くそーくそー、いけなかった。でも、多分132が最高だったのかな。なのであと1つか2つ。で、まあ過去最高は行きたいですね。まあ今どこのチームも世代交代中なので、まあこの世代交代をどこが一番うまくできるかで、まあ2、3年後の、あれが変わってくるのかなと、まあいうところなので、はい。まあここはもうしゃあない一つ。一つしゃあないというところなんで。ちょっと粘っていきましょう。もうここは粘るしかない。この2、3年我慢というかうまくやるしかない。頑張っていきましょう。いやー、135ってほんとむずいな。まあでも、120勝っていう目標も5年ぐらいかかってるんで、まあまあ、ゆっくり行きましょう。今本当に、下の世代も育ってる。ただ本当に能力落ちてる選手も多い。そういう状況ですね。でも130勝は絶対してねえと。わっ。わっ、わっ。え、やっぱえ、やっぱ8月9月負けんだよな。8月9月にめちゃくちゃ負けるんすよね。いつも。うわ、菅野で結構負けたな。そうなんだよ。8月9月負けがちなんすよね。いやー参ったな。やばい、これ130勝いけないかもしんない。ちょっとこのほんと何年か、まあ、三沢とかがね、強くなってきた時には見とけと。いうところではありますからね。はい。三沢を見とけと。まあ、バーローを見とけと。いうところですよ。バーロージュニアを見て、早くキャッチャーリード C にしてくれないかな。まあ、北川を見とけと。これも500超えていくぞと。2年目の飛躍だぞと。高卒2年目で321だぞと。見とけよと。2年目の飛躍を見とけよと。まあ、いうところでね、いきたいと思いますけど。まあ、北川をほんと見とけと。北川、これで、限界突破とかまで来たらほんとやばいけども。まあ、テストとかまだ能力落ちてないですからね。村上とかもちろん、平良とか、まだまだ育つ組もいるんで、今のレギュラーでも。うまくその辺をこう噛み合わせていきたいですね。和田選手とか来年からスタメンで出るから見とけよと。うん、海老名も阿部日を取らんことには。っていう感じかな。ちょっと今年はきついかもしれないが。あ、そういえば、ドラフト選手を確認してなかった。これよ、大切なのは。お。おう。おう。こっちの方が強そうだな。そんなに当たり年ではないのかな。おー、でもこれ絶対守備型だよな。あんま当たり年じゃないですかね。でもまあさすがに400超える可能性のあるこの青田は調べよう。あ、まあでもあと10人出てくるんで、まああれですけどね。まだわかんないですけどね。うわ、うわ、うわ、終盤の、
この辺の負け方えぐ、勝率5割ぐらいやん普通に。やば、これ120勝すら危ないやん。うわ、130いけなかったな、勝ち星。いやー、これはちょっとほんと世代交代を迫られている感じするぞ。これはね、世代交代を迫られてますわ、私。もう一個なんか取れる可能性あるんですよね。トールヘッドスライディングと、ヘッドスライディングとホーム突入行こうかな。もうミートとかも上がんないし、まあ、スローイング上げるぐらいなら、盗塁もしますしね。いっぱい。よっしゃ、トリプルスリーいった！よっしゃ、テッソトリプルスリーはいった。いやー、嬉しいな、やっぱり。打点100だぜ、しかも。一番バッターで。初めて行った、自分のチーム来てから。トリプルスリー行くようにね、連発とかおかわりとか取ったっていうのもあったんで。いや、これは嬉しい。いや、テッソのトリプルスリー、3割も最初打たなかったんで、うち来た時。まあ、育てて、めっちゃ育ったっていう。素晴らしい。これは素晴らしいっすよ。いや、前のは本当に強いと思うんだよな。もうさすがにちょっと育ちにくくはなったけど、もうミートあげればいいから。打撃総合いきましょう。よし、これでミート C、ミート CC で、パワー99とかいったら阿部ひも取ってるし、前のあるよ、ま、山田哲人の後釜まであるよ、ま、坂本源田の後釜まであるよ、直樹もいるからね。言うても直樹今年使われてないのか、結構使いやすいと思うんだけどな、タイプ的に。いろんな選手が育ってきているからね。よしよしよし、この移籍プレッシャーほんといらんかったわ。ほんといらんかった。これ1年で存在感とか取れたのにな。ギータって盗塁とかは205か。でもまあ2000本は絶対打ってると思うんで、トップ指導とかつくと思うんだな、ギータも。村上選手、岡本選手あたりは、まあ、坂本選手もですけど、いいコーチに絶対なるはずなんで、まあ、コーチも一旦上がって能力落ちていくんで、まあ、こう、コーチの世代交代っていう意味でも、まあ、その辺うまく使えば問題はないかなと思ってます。ということで、128勝でしたね。いやー、難しいよ、なかなか。まあ、こんな感じ、青田。で、社会人のピッチャーちょっと気になるのを。まあ、これかな？一番気になるピッチャーとしては。いやー、まあ、ちょっとこの期間はぐっと耐えよう。ぐっと耐えるしかないです。よし、中川も万世だからまだまだ育つ。で、打球反応はおじさんになってから取れないみたいなんで、まあ、先に取っておきましょう。中川万世良かったな。これ強いと思います、多分。めっちゃ強くなると思いますね、まだまだ。ヘイクスも、もうそろそろ一軍で活躍し始めるんじゃなかろうか。今年投げてないのかな？投げてないか。まあ、ほんと徐々に後ろは育ちつつあるけど。で、もうほんと覚醒来い。覚醒来たらっていうところはありますよ。テツとヘッドスライディング系取って、逆境取って、OK。そんな感じでいこう。
ちょっと成績も確認したいですね、後で。俊足攻守は盗塁とか言っとこう。いやギータも433まで落ちてるもんな。でも3割4分4厘打ってますから、まだ引退しないです。来年もいてもらいましょう。いや堀之内とかもよ、だいぶ使えると思うんだがな、まあ、堀之内でもちょっと代打は取りたいかな。使うならまず代打からだと思うので、もう能力覚醒来てるからな。これでスピード型か、なんかよくわからん能力だな。さあ和田選手も今年ミート合わせて10上げましたと、バント前になって、これ来年からスタメンで使います。和田選手ちょっと本当来年また一気に変わると思いますね。ということで成績確認しましょう。まあだいぶスタメン変えたんですけどね、序盤良かったけどなんか終盤負け込んだな。本当テストトリプルスリー素晴らしい、DH 制じゃない1番バッターで100打点も素晴らしい。さあ渡辺選手、おちょっと前半戦序盤戦打ってなかったけど3割3分しっかり打ってくれましたね。これは覚えておこう、3割3分打てる男だと。そしてホームランも24本打つと、クリーンナップが打てる男だと。 OK、 盗塁 F がもったいないですけどね。まあ、聖夜も落ちてきたとはいえ3割2分2厘打ってますね。 OK、 来年もスタメンで使おう。岡本選手さすがです。村上選手がおそらくホームラン45本、まあまあ2割9分ですけど、これだけホームラン打てば良いでしょう。まあ正隆選手ギリギリ3割いかなかったと。ちょっとこれ来年からどうなんでしょう、ミートがオフにどれくらい落ちるかですけど、もしかしたら来年代打に回るかもしれない。まあ379ですからね、星の数だけで言うと400切ってますからね。まあ森友哉選手が本当は3割打ってほしい。まあミートは今まだ上げてるんでね、なんとか3割打ってほしいですけどね。もうちょい打てると思うんだな。まあネオ君は3割打ってほしかったけど、まあ1軍本格的デビュー1年目でこの成績はまあ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 でしょ。盗塁もしてるし、バーローがな、もうちょい打ったらな、小林だな、こりゃ。うわ、4割打って、え？坂本4割打って引退するの？でももう引退なんだよな、さすがに。もうさすがに引退させようと思ってるんだよな。もう1年置いたくなる、置いときたくなるじゃん。もう1年、4割打ったのか、もう1年置いときて。もうさすがに世代交代していきたいんだよな。4割打ったか、結構代打でも使われてるんだろうな。これ左の時しかスタメンで出ない設定なんで、基本はそれで83試合だからだいぶ代打で使われてるな。いやーもう1話置いとくか。いやでもまあトップ指導とかコーチでの美味しさがありますからね。大山選手がちょっと打ってない今年で、源田選手がいるからなんよ。でも源田選手も来年からもう能力落ち始めるんかいっていうところありますけどね。まあそれでもそんな落ちないはずなんで、まだ、まあ、来年左のショート源田選手、右のショート渡辺選手みたいな感じでいきたいけどな、まあ、もしくはまだショート候補は他にいるんでね。はい、ちょまあいろいろ見ていきますよ。周東選手もいるし、で上林選手は来年もっと使おうなんで、上林選手32歳か。ギータはやっぱすごいわ、左の時すごいわ、ギータすごいわ、まだまだ行こう。でもそのギータより星の数は高いっていうね。グレンジャーもうちょい打たないかな。パワー75だぜ。まあ守備での貢献が彼はありますから、今阿部人ってますし、バーロージュニアも一軍デビューしてますね。お、北川結構使われてる、めちゃくちゃ使われてる。北川なんで使うから負けるんだぞコンピューター。逆に言うともっと二軍にいい選手いっぱいいるぜと。はい、調査とか使おうぜと。二軍によって周東選手ショート、あできるじゃん、全然できない。あーまあちょっと守備低いか、ちょっと守備低いけど、まあ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 、まあ、右の時のショートだな。前のとかも1軍上げてショートで使えるしな。
佐藤選手とかずっと2軍おるけど、磯貝ショートでもいいからな、打撃を取って。もう坂本選手さすがに引退させたいな。いや4割も打つと思わないじゃん。でも4割打って引退ってもうレジェンド中のレジェンドだけどな。で左の時はショート源田選手にして外野に和田選手入れていくみたいな。そしたら正隆選手ももうグッバイかな。グッバイ君の運命の。で、ネオ選手は対右の時のセンター、対左の時のセンターが来年ギータ。じゃあやっぱ正隆選手はいるか。まだ対右の時の外野では置いときたい。で、聖夜はもちろん残る。ファースト、サード、セカンドはまあ来年も変わんない。ということは1軍枠を2人開けたいですから、どう考えてもシュートを和田と入れたいので、まあ、こっから2人引退させないといけないんですよね。逆に考えるとやっぱそう考えると坂本選手引退だな。どう考えてももう一人なんなら引退しないといけないからな。って考えたら正隆引退やな今年で。置いとけないもんな。まあ引退させる必要はない。まあ置いといてもいいですけど、自チームにまた一軍2代打枠で上がってくるでしょうから結果が絶対あるんで、2人この中からのけるならもう坂本正隆だな。38歳やからもうさすがにだいぶ能力落ちると思うんですよね。ここで引退させとかないと、あと阿部人が消えてコーチで教えられなくなるのが一番嫌なんで、名残惜しいですけどちょっと引退という形を取ろうかなっていう感じかな。名残惜しいけどちょっと引退かな。そんな考えですかね。シーズン終わった瞬間に一気に能力落ちるんで、いやでも450あるんだよなとか思いますね。ギータはさすがに残さないとっていう感じありますね。まだギータ代打もつけてください。いや坂本引退痛いな。453本当はまだ引退させたくない。もう1年できるって4割打ったから。源田がいなかったら間違いなくもう2年ぐらいやらしちゃうんですけどね。源田がいるんで40歳までいけたな、源田取らなかったら。さあということでシーズン記録も見ますか。首位打者岡本、うわでも120試合しか出てない。怪我もあったんでしょうけどね。はい、このカープの山本というのはあのジャイアンツのあの山本選手ですね。カープに行って頑張ってます。わあ200安打まで、うわーこれテスト選手200安打まで行った気持ちよかっただろうねこの年。おー30本以上っていうのは4人しかいない。北岡ヤクルトちょっと気になりますね。後で見てみよう北岡ヤクルト。盗塁はさあ盗塁を取れたのかな。うわー京都選手に1個負けた。いやカープの山本選手強すぎでは、カープの山本選手強すぎでは。近本選手500盗塁してもらってちょっとコーチ候補で呼ぼう。でも西川選手の方が強いだろうなコーチ候補としても。近本選手まあうちで育てただけあってさすがっすね。山浦もうちで育てただけあってさすがっすね。はい、栗梅津まあ1点台ではないから気になんないかな。福中日福防御率 1.81。 ちょっと忘れないうちに中日福という選手が気になるな。これ強いんじゃない、福くん。おお、ヤクルトなんとか言うてましたね。ヤクルト何って言ってました僕。菊池って言って、北岡って言ってましたね。おお、やった、うちの2軍の選手たち1年間1軍で使った結構成績残す説が出てきたということで、来年また頑張っていきましょう。来年こそ135勝。ご視聴ありがとうございました。ぜひ登録・高評価お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。 Thank you.